あるところにおじいさんとおばあさんがいました。二人はお金はありませんでした。明日はお正月一月一日です。おばあさんが言いました。おじいさん、明日はお正月ですから、おいしい食べ物食べたいですね。おじいさんが答えました。そうですね。おばあさん、傘を作りましょう。そして、それを売りましょう。おじいさんとおばあさんは傘を5つ作りました。おじいさんは町へ行きます。外は雪です。おじいさんは1時間ぐらい歩きました。道のそばに石の地蔵は6つありました。おじいさんは地蔵の前で言いました。お地蔵様、いつもありがとうございます。おじいさんはまた歩きました。町へ来ました。町にはたくさんの店がありました。人もたくさんいました。とてもにぎやかです。傘を買いませんが。おじいさんは何回も大きい声で言いでした。町の人はお正月の食べ物はお酒を買います。でも誰も傘を買いません。もう夕方です。おじいさんは家へ帰ります。背中には傘5つあります。今日は雪がたくさん降ります。風も強いです。たくも寒いです。おじいさんは雪の中を歩きました。そしてあの地蔵のところへ来ました。おじいさんは言いました。あ、お地蔵様の頭や体に雪や冷たいでしょう。寒いでしょう。そして地蔵の頭や体の雪を取りました。そうだ、この傘をあげましょう。おじいさんはさなかの傘を下に置きました。そして地蔵の頭に傘を一つ一つかぶせました。あれ、困りましたね。傘は5つです。でも地蔵は6つです。どうしましょう。そうだ、私の傘をあげましょう。おじいさんは自分の傘を取りました。そしてその傘を地蔵の頭にかぶせました。6つの地蔵の頭には全部傘あります。これでいい、これでいい。おじいさんは笑いました。おじいさんは家へ帰りました。ただいま、お帰りなさい。まあ、頭に雪あんたくせん。寒かったでしょ。今日は誰は傘を買いませんでしたよ。ですから、お正月の食べ物はありません。じゃあ、傘はどうしましたか？お地蔵様の頭に雪がたくさんありました。ですから、傘はお地蔵様に全部あげましたよ。まあ、それはいいことしましたね。
おじいさんとおばあさんはニコニコ笑いました。そのいおじいさんとおばあさんは早く寝ました。夜です。手とも静です。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おじいさんとおばあさんはその声で起きました。なんでしょう？この声は誰でしょう？よいしょ、よいしょ。おじいさん、傘をありがとう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。朝日、おじいさんのうちはどこ？よいしょ、よいしょ。その声は、おじいさんとおばあさんのうちの前でたまりました。ドスン、ドスン。大きい音です。おじいさんとおばあさんは、戸を開けました。まれ、まあ、そこにはたくさんの食べ物がありました。でも、誰もいません。二人は顔を上げました。そして、徳を見ました。あ、お地蔵様。六人のお地蔵様は、徳にいました。頭には、たくさんあります。ありがとうございます。ありがとうございます。二人は、徳のお地蔵様に何回も言いました。そして何回も頭を下げました。おじいさんとおばあさんのお正月はとてもいいお正月。